おはようございます。画家の荻磯です。今日はですね、音声だけで私、出演ということで、解説をしていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。ということで、まず墨入れから始まっていっておりますけども、草むらに寝そべる女性を描いた作品となっております。下地はいつものように白味という下地を使っております。初めてねご覧になるという方すみません、白味という下地ですね。キャンバスとかが生まれる以前の技法なんですよ。キャンバス、油絵というと一般的にキャンバスと呼ばれるものですけども、麻布に塗料を塗って描いていくものなんですけども、私は板に描いてます。要は布と板の違いなんですけど、まあこの白味というのは板がないとできないんですね。麻布に塗るものはエマルジョン、昔はエマルジョン地といって油と、水成分が混ざり合ったようなものやったんですけども、ちょっとこう白味という板に書いていたんですが、昔はね。そしてこれインプリマトゥーラ、墨入れ全面に終わった後にインプリマトゥーラ、その全面もっともっとでかい絵を描いてくれという要望が結構あって、で、明日もテレピンですね。今コバルトブルーとローアンバーと、もういつも見てる方ならおなじみの光景なんですけども、初めての方のために少しちょっと難しいのでね、説明をしますけども、キャンバスが生まれる以前はまずはだから壁画から始まりますよね。壁に描く壁画、そしてポピーオイル、これ混ぜていってます。で、壁画の後に、ポピーオイルをだいたいテレピンの3分の1容量ぐらいかなと思いますけど、それをハケで全面に塗っていく。で、その板画と呼ばれるものの前はフレスコ画と呼ばれて、フレスコ画というのはですね、壁面に、漆喰の壁に生乾きの状態で描いていく、要は教会とかの、壁とかに書いてあったもの、壁画ですね。で、そのもう壁がなくなってしまって、さあどうしたもんかいなということで、編み出されていったのがテンペラ画という技法ですね。で、テンペラ画っていうのは板に描いていきますけども、テンペラということで、私の動画では皆さんね、ポルトガル語なんですね、テンペラっていうのは。で、何かと何かを混ぜ合わせるみたいな方法で、卵と顔料、それまでは漆喰の壁、生の漆喰が乾かない、フレッシュ生の状態の上に、顔料と水だけで、漆喰が乾いていくのを利用して、そこに水と顔料だけで描いていたフレスコ画から、次はもう各壁あれへんやんけみたいな話になってきて、次は開発されたのはテンペラ画、完全に乾燥させますと。そして、そのテンペラ画というのは卵と、その下地として使われたのが白味とか石膏地と呼ばれるものです。まあ、白味とか石膏地というのは、地域によってですね、イタリアは白味、ですね、イタリアはすいません、石膏地ですね。で、アルプス山脈より以北が白味という、まあ、取れた土ですね、土の種類というのがですね。で、これね、背景から書いていってます。もう何をしてるか分かりませんね。インプリマトゥーラという、作業は、その白味の吸収下地がすごい強いので、吸収を止める作業。で、それが2層やって、墨で描いた線がうっすら見えています。そして人物のところだけはマスキングテープを貼っているという。はい、もうここまでで、もうちんぷんかんぷんで皆さんどっかへ行ってしまったんじゃないかなと。で、この絵に関しては、まあ、例えばですね、日本のラファエル・コランという、まあ、日本の黒田清輝のお師匠さんにあたるラファエル・コランであるとか、ラファエル全般、ちょっとパレットで混ぜ合わせてるところとかも入れておきますね。これは黒と緑と、ちょっと絵の具を厚めに塗って、で、こうラファエル全般ってイギリスで生まれた あれなんですけど、要はラファエロという絵描きさん、皆さん聞いたことあると思いますけど、まあ、それよりも以前のこう技法に戻って、技法とか絵に戻っていこうやないかみたいな運動があったんですよ。はい、イギリスにですね、何ですかって感じでしょ。だからもうそういう、こう美術史とかをちょっとこう勉強していくと、ラファエロ以降はマニエリズムといって方法論に、
乗っかってやっていくような、あ、まあ、ラファエロというのがミケランジェロとレオナルド・ダ・ヴィンチ、レオナルドを中心とした、あ、もう最高点やあいつらはと、二人は最高点やということで、構図とかこれはダ・ヴィンチのとか、こう人間のあれはこれや、ミケランジェロやとかって言ってマニエラ、あ、様式美なんですけど、様式美マニエリズムと、でそれよりも前の方法に戻っていこうじゃないかみたいな、ラファエロがそういう提唱したものよりも前の方法に戻っていこうやないかということ で僕は結構その憧れているのは、ルネサンスの北方ルネサンスと呼ばれるですね、例えばヤン・ファン・アイクという油絵の具を初めてうまく駆使して描いた作家さんがいるんですね。でそういったのが好きで、ちょっとそういう影響をやっぱ受けているんですね。わかります。すいません、これ画面をね横にして書いているので、手が下から出てきているんですね。で、まあ、重力とかを意識しつつ顔とかで背景がこう書き終わった後は顔の部分だけをこう濡らした状態で、ウェットオンウェットとかっていう方法なんですけど、これである程度絵の具の質感を、で、まあ、その昔の絵ですね、印象派より前の絵とかっていうのは、まあ、当時っていうのは、絵の具自体も顔料っていうのがすごい高かったので、安価な絵の具で、例えば安い絵の具でこういうふうにこうモデリング、例えば白とか黒とかは安価、安いんですね。それである程度のこう、トーン、色の階調を作っておいて、その後に、着色をしていくという方法が結構取られていました。はじめにですね。で今はこうね、産業革命以後の印象派っていうのは、1874年かな、以後、73年かな、74年かな、以後は結構色彩豊かに直接的にどんどんどんと置いていくんですけども、それ以前というのはやっぱ産業革命、1840年代頃ぐらいからイギリスで、まあそれはそれは革命的やったわけですよね。機械とかによって蒸気機関が発明されたりとか言うて、まあ、例えばターナーという絵描きさんなんていうのも、そういうこう蒸気機関車からウサギが逃げてる絵とかね、すごい現代の絵を描いてるわけですよね、その当時にとってはね、後で見るとなんじゃいこれっていう感じかもしれませんけど、当時にとっては非常にこう現代、まあ、例えば今やったらね AI みたいなのをうまくこう活用したりとか、うまく活用しなかったりとかっていうことがある程度現代になってくるのかもしれないしね、そういうこうやっぱりこう芸術美術っていうのはその時代の最先端みたいな、僕はだからどっちかというと真逆真逆へ、突き進んでいくような感じですね。まあ、面白いのはですね、例えばこれのモデルさんをしてくれているのは、配信のポコチャっていうのがあるんですか、私も何度か見てますけども、面白いんですね。こう、それで、すごい頑張ってらっしゃって人気がある方なんですけども、九州在住の方で、その方がモデルさんしてくれるいうことでやってもろた。花ちゃんちゃんちゃん。まあ、なんかそれも例えばね、今やったら、ありえない、昔やったらないようなね、テレビメディアとか、そういうこうメディアとかがじゃないとなかなかこうそうできんかったけど、個人が、要はテレビ局、今も私がやってる YouTube なんかもまさにしかりですよね。個人でなんかテレビ局持つわけじゃないけども。もう下手すりゃ、地方のローカルテレビ局よりももしかしてね、ごめんなさいね。私なんか多分ね、多分、そういう地方のローカルテレビ局とかではもしかして視聴者が多いかもしれない。なかなかニッチェな、こうなんていうの、ね、この絵の具の質感よう見えてるでしょ。しっかり見せるために今日私がこう邪魔せんようにと思って顔出しはしてませんけども。なんかこう、そういうこう、個人個人の時代になってきているのかなと、いろんな意味でね、やっぱり自分のこう好きなものを、例えばパチンコ好きやった人やパチンコ好きな人やったパチンコばっかりの YouTube 見張るでしょ。だテレビとかっていうのはどちらかというといろんなものを流していかなあかんっていう、皆さんに皆さんになんですけど、どちらかというと個人個人な時代になってきて、それがまた配信と呼ばれるものによってっていうような絵を描こうと思ってるわけですよ。難しいでしょ。ね。で、例えばこの地面に寝転がってるっていうのも、基本的にはこの方こう5人のお母さんなんですよ。アキアンさんって言うんですけど、
5人のお母さん。日頃はもうずっと家事、育児が大変でですね、まあ、多分洗濯機もね、2回、3回回さないかんでしょう。ねえ。で、配信もされながら、っていうことで、まあ、そういうのを聞いてるとですね、なんか開放的なところに、連れて行きたくなるというか、そういうですね、逆にその、こういう、こう、室内ではない、室内から配信されていることで、叩き湯で叩いています。まあ、これ、グリザイ湯とか、まあ、釜湯っていう方法なんですね。単色画で描くことを、釜湯という、すみません、ちょっと室内から、ちびたちのわーわー言う声も今日は入っておりますけどね。こういうのも面白いじゃないですか。テレビ局で密閉された空間で、っていうのと真逆のことをやってるというね。それが嫌やとかっていう、さ、ね、人もいるでしょうけど、これが面白いんですよ。ね、真逆、ありえないことが起こってるというね、ちびたちが今風呂から上がりまして。っていう感じで今ウェットオンウェットっていうことでこう生乾きの状態に書いていくということで、まあ例えば AI みたいやんけとか言われることもありますけども、まあ本物見られたらまあ全然それがまた違ってくると思いますので、なんかこうやっぱ AI の生成、お兄ちゃんが弟と喧嘩を始めました。こういうのもね真逆でしょ。ねえ、ほらめっちゃ怒ってますけどね、真逆が面白い。はい、完全に乾燥後ということで、一層目終わりました。手とかも全部書いてました。まあ、背景のところのあれが二層目、三層目どうなっていくか。人物の顔とかはよくね、今までも見せてますので、はい、喧嘩が始まりましたね。はい、もう喧嘩ばっかりして。指ですり込んでですね、そしてこれスカンブルと言います。まあ、わけわからないですよね。今日は、はい、こう喧嘩をしていると普通は録画を止めますが、私は止めません。こういうところが私のね、真逆、真逆で言ってます。はい、泣き出しました。これスカンブルと言って、もうほっときましょうね。ちょっとこう白っぽいのをかけました。赤茶、赤っぽい感じ。紫っぽい感じ。で、紫の反対色みたいな感じで、この黄色みがかっているもの。ね、で、鼻の線なんかももう強かったりしたら、そういうのをベッとこう消してあげたりとかしているわけでございます。ね、それで不透明の絵の具をちょんちょんちょん。これも顔ちっちゃいですよ。ほんとね、どれぐらいかな。親指かな、親指の付け根から、先端ぐらいやと思います。そんな感じでございます。大きな絵に見えへんかなと思ってちっちゃいもの。で、ちなみにこれの最後の最後の部分っていうのはまた別の動画でお見せしてます。だいたい7割ぐらいまで見せて、8割、9割ぐらいまではまた別の動画を今回ご用意しましたので、それがもう公開されてるかどちらが先かわかりませんが、よかったらご覧ください。ということで、肌を少しずつ絵の具を塗っていきました。まあ、時代とは逆行していってるんですけどね。最先端のことを追い続けるのって結構大変なんですよね。だから僕はなんか真逆真逆へ振っていく方が、要はあるものの逆やからやりやすいというか振りやすいというかですね、新しいものはないところから何かを生み出していかないかんところがあるじゃないですか。それもないところからと思ってても、もうすでにやられてたりとかするということもありますので、そのあたりというのはなかなかで、今こう2層目のこうスカンブリングっていうのと、ちょっとこう叩き筆で柔らかくして、で、ちょっと立体感を出しながら、ちょっとこう、下の方にこうですね、重力で少しこう筋肉が、まあ、細い方やからそんなにこう出ませんけどね、私なんかのお腹とかだったらボヨーンといってね、下の方に重力がドローンといったりするんですけども、風鈴が夏でございます。夏も終わり、今お盆でございます。8月12日に録画しております。で、ちょっと点点点点、ベターと塗るというより、点点点点と打ちながらですね、僕はこう描いていきながら、下の絵の具も微妙に見えたりとかするような感じで描いていったりとかしています。ね。で、そして、ちょん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 と打ちながら、この辺とかもかなり拡大してお見せしました。はい。雑音のようにチビたちの声も入っておりますが、もうその辺はもうお許しください。そういう私の YouTube です。だから、なんじゃこらっていうね、カオス状態に入るという、こう、そこが、まあ、狙いっちゃ狙いで、もう、諦めて諦めです。無理なんで、もう、チビが入ってきたりとかね、するんで。で、口紅をこう、書いてみたりとかしました。まあ、こういうね、寝そべっているとかっていうのとかもね、
まあ、肖像画ではないですけども、こうなんていうか、まあ、地面と人、人がこう、ね、そこにある、いるという、こうですね、存在を描いていくという作品でございます。まあ、ラファエル・コランとかね、まあ、ラファエル・ゼンパですね。ラファエル・ゼンパとかも好きで、なんかね、いろんな好きな、それで洋服のとこ初めてお見せしますけど、光がこう、木漏れ日的にピョンと光っているところを大きな筆でボンと書いて、ある程度粗めにこう、ザンザンザンとこう、筆は、服は書いておいたんですけど、そこにまた、一層油、薄く乾性を引いて、で、そこに、バーンとこう、光を当てていくというような感じで、ね、描いていて、シューシューシュー、ペン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 。ね、こう光を当てて、そしたら下の絵の具とかで叩き筆で叩いたりとか、まあちょっと下品な音声が入ってしまったことお許しください。そういうのが好きな、年頃でございます。うるさいやつが、弟がよう喋るようになってきて、でトン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 と叩いていっているということで、まあ、これで、こうね、2層目ほらこう薄くですね、葉っぱのところもグレーズしてあるんです。薄く青がかった緑がかった色で、それの上により明るいところ、ちょん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 、どうですか。で、隙間産業とよく言うんですけど、透明水彩なんかでも隙間描いていきゃいきましょうやということを言うんですけども、ちょっとそういうものもやっていきながら、透明感がかかっている葉っぱに不透明の絵の具がまた乗ってきて、全部描くわけじゃなくて、塗り残ったところをグレーズをしてあるところっていうのが影の色になる。わかりますか？難しいでしょ？ね、難しいでしょ？ということで、ちょっと画面光ってますけども、1週間ほど乾かしますと。で、この動画上では、ほぼ最後の方のあと10分ぐらいになりますけど、またこう前面にこう、これはコバルトバイオレットという色を僕はなぜかよく使うんですね。これ結構もう10年以上これの色になったかな。それまではね、ウルトラマリンブルーとかバーントシェンナみたいな、まあ、いわゆる影の色、透明水彩とかで今使ってる影の色みたいな色を使ったんですけど、最近はこの紫色が多くなりましたね。コバルトバイオレットという高い色ですよ。こう高い色を塗ってそれ拭き取るというね、皆さんからすればなんで贅沢なんて思うかもしれませんけど、こういう微妙な色が薄く透けてくるということをね、おもろいかなというふうに思います。薄く透けてくる、本当に塗ってるか塗ってんかわからんっていうようなことが油絵はできるんですね。そして洋服に当たってる木漏れ日的なものをちょ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 っとこう描いていったりとかしていこうかなと思ってます。はい、うるさい、はい、恐竜が言います、我が家にはね。で、不透明の絵の具、ダン、ダン、ダンと、不透明の絵の具をまたこう、でそこから、また、明るい色とかでグッと描いたりもしますけども、グッグッグッと置いてですね、人の肌、またなんか汚い発言がありました。そして後ろの方とかのこの葉、なんていうの、白爪草でしたっけ、なんて言いましたっけね、その、王冠みたいな作ったりしてましたよね、女の子が昔。そんなんやってる子今いませんよね。今、いますかね。で、光がポンと当たってるところに、こう、不透明の絵の具をちょん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 と塗っていって。周りのところも一応こう、今、こう、恐竜と呼ばれるのが今騒いでおります。ちょっとこう、緑の半透明ぐらいのを塗っていって、要は、うるさい恐竜。薄くこう、すみません。もうね、こう恐竜の。それで拭き取って、要は半透明ぐらいののを縫って、で拭き取って、その隙間隙間のところに、絵の具が乗せられていったり、ちょっと叩き筆を叩いたりとかね。でちょっとちょん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 と、これ今度は暗い色で描いててます。少し暗い色で描いていくということで、暗い絵の具で、お仕事しないでと言ってますけど、暗い色でちょん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 と打って葉っぱを浮かび上がらせるということをしていってますね。こういうことをするんですよね。だから要は暗かったところに半透明の色がかかったんですけど、またそこからより細かく暗い、色を置いていったとか、
そして、肌の色とかをちょっと赤系を入れて、もう少し血色よく、まだ釜湯という仕事だったのを少しこう、完全に色を着色していきました。まあこういうの本物ぜひね、機会あれば見てもらったら、意外と絵の具の質感のかとんなとかっていうこととかですね、そういったものも見てもらえるかなというふうに思ったりします。5人のお母さんですからね、すごいですよね。日本国はこういう人を大事にしないと、こういうね、もちろんこうご主人もそうかもしれないけど、やっぱりね5人も生まれたというね、ね、あーもう本当にこうで、ちょんちょんてんてんてんとちょっと薄くこう紫色も残ってるんですよ。だから複雑になるんです。わかります？なんかこうね、あの美味しいものってなんか複雑な味、逆にでもね、その、の味だけで勝負というのもある、あっていいと思うんですけど、やっぱり美味しいなんか生の野菜とかで取れたてのものってなんか甘みがあるけどなんかこうとかあるじゃないですか。なんとも言えないね。そういうこう僕は描けたらええなというふうに思ったりとかしてます。ちゃん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 とちゃん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 でね、てん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 と絵の具をこう不透明半透明ぐらいを塗りながら叩いたり、また点々ってそういうこうタッチみたいな、筆の方向線みたいなものも、うまく利用しながらというか、それが複雑にどん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 なってきて、あ、うるさいのが最後にやってまいりました。パパちょっとお仕事中なんですよ。なんかじゃあ歌歌ってよ、歌なんか、ね、あ、一発ちゃった。なんか最後に来て歌を、顔は映っておりませんけども、ここに向かってね、で点々最後の方でございます。一発じゃ誰になれるか、何の歌ですかそれは。二発で、あーあー殺したい、お三度目の勝利、目とかをね、しなくない、ママが呼んでた、なんか虫がどうたらこうたら言ってたね。早く行って、早く行かんと、ママ虫、早く行かんと、追い出しました。彼の今の一番のあれは、あでこう髪の毛の隙間とかの明るいとこを描いたり、こうてん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 とね、この辺の筆先どうですか。どん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 こう解像度が上がっていって細かくなってきたの分かりますか。どうですか、まあ、私の YouTube はこんなもんでございますね。ちゃんとする時もあれば、こういうこうね、ちゃんとしてないわけじゃないんですけども、偶然的な悪ね、あれが面白いと言ってくれる人もいれば、うっさいわっていう人もいれば、そしてより明るいとこを描いていってる。ちっち、このスケール感で分かりますよね。手見て葉っぱの大きさ見たら分かりますよね。えらい細かいことしてやるなっていう感じじゃないでしょうか。てん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 とねえ、てんてんてん、まあこれ3層目で、あと4層目5層目とこう書いていって、最後最後密度、この動画そうか、細かい描写までちょっと出してるかね、少し出しているかなと思います。最後の最後の方ですね。こんなんしてまたグレーズして、またスカンブルしてとか、もうそんな繰り返しとるんですよ。わかりますか、細かいね、ねちゃん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 と、もうアリンコよりちっちゃいかもしれん、のみぐらいかもしれん、のみがおる、のみがおる、ちょんと隙間にちょんちょん、下の方に地面の方に枯れた葉っぱが落ちてるんやで、と手前にある葉っぱやでとかね、そんな6月ぐらいにこれ取材したかな、ということでございます。こんな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 このぐらいで、こういつもやった動画終わろうかな思うんですけど、今回はちょっと最後の最後こんな感じなんですけども、最後の最後もうちょっとお見せしようということでこんな感じなんですけど、もうほんの少しだけ、お付き合いいただければと思います。ちょっと写真色がなかなかうまく出なくて、感想後、最後に感想後ということでまだこれやってるこんなこと繰り返してるんですよねえ、ゾッとするでしょ皆さんね。で間間にだいたい1週間ずつ間を空けてみたいな感じで、なんかデジャブでしょ、デジャブでも、もうまあさっきよりも鮮やか、それでより明るいところを置いていったり、そこには熱い絵の具を置いたり、半透明ぐらいの薄い絵の具を置いたり、点点点点とこう置いたり、そういうことをこまごまこまごましながら密度を上げていって、赤みをより強くしようかなとかですね、もうちょっと全体的に人の肌を明るくしようかな、こういう微調整を最後の最後にしていくわけですね。これ
ほんね、ちょんちょんちょん、てんてんてん、ちょん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 ということで、てん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 。ね、この筆、なんか油絵の方でも結構使えていい筆やなと思ったりとかします。まあ、宣伝しすぎると売れすぎて、私がね、買えなくなったりするんで、もうこれ日本の企業やから大丈夫かななんて思いながらですね。てん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 と。これなんか絵の具の質感よ、わかるでしょ？グレーズしてるから擦り込んであるけど、こう、マチエルのほっぺたの手前のほっぺたのところの複雑さなんていうのは、なかなか複雑でしょ？ということで、お袋が揚げ物をしながら、その音声も今日は入ってしまったことをお許しいただければと思います。こうやって奥の輪郭を描いていって、ぽわっとボケたりとかね、ちょっと明るいところ、眉毛と眉毛の毛と毛の間のどれくらいまでかと。てん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 、うわー、ぜひですね、これは別の動画で頭に、GoPro をつけた動画もあります。絵の具の要はパレットの部分が見たいという人はそちらの動画も合わせて見られると、最後の密度を上げるところというのがパレットでの混色の場面とかっていうのもお見せしております。どこまでも見せてやるぜ、皆さんぜひぜひ、追いついてください。もう抜かれていると思いますけど、全然いいです。私はね、参考になりましたとかっていう風に言われるのがね、まあだから生涯の趣味仕事として考えた時に、まあやることいっぱいあるんですよ。まあ、趣味として考えた時もね、もうまだまだやなと、自分はまだまだやなと思ってもろたら、私自身もまだまだやともちろん思ってるわけですよ。まだまだやぞ、俺はまだまだやぞ、私はまだまだやぞと思って、ぜひ高みを目指していっていただければなと思います。ちょっと今日難しい話をしてしまったのと、やいのやいのと邪魔が入りましたけども、それもおぎその YouTube ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録してない方、ぜひぜひ、あとはコメントうるさかったぞっつったらね、もうブロックしますけど、すみません。ということでございました。本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube はこんな感じでございます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらご覧ください。以上です。よろしくお願いします。じゃあ、お願いします。